ピーニューイヤー。年は変わって2013年を迎えました。今年は一体どんな年になるのか、おみくじありますよね。ないの？あるもんやと思ってたらね、今年どうやらおみくじないようですね。まあ、2年連続大したものを引けてないからさ、その流れもあってかなんか引くという選択肢すら与えられなかった。俺たちは運を占う資格すらないということやね。まあいいや、運に頼ったってしゃあないんでね、自分たちの力でこの先も進んでいくよ。さあ前回の動画に引き続き、今回も入学式までの育成期間の模様をお届けしていきます。あとそれだけじゃなくて、新入生スカウトを全然見つけられてないので、これから先いっぱい見つけていかないと強力なやつを。ここまで北北海道、南北海道、青森、この3つは見てるんですよね。ここから下全く見てないんで、次はこの岩手ですね。守備を重視した育成が盛んな地域ですよ。何かいいものいねえかな。打撃力が高いやつがいいんだけどな。何かいねえかな。パッと見いないね。天性のヒットメーカーと言われてる中村の割にはなんか高打能力全くないけどね。次宮城は様々な選手育成が行われてるようです。ここはね、なんか強力なやついてくれよ。投手が多いな、ここはね。まあ、その投手に関しても別に強いやつがいるわけでもないし、野手に関してもみんななんか似たような感じじゃないですか。こんなもんばっかなんかな。このシステムがいまいちまだ理解できてないから何とも言えないんだけど、ただ中にはなんか一人くらい強力なやつがいてくれた方がテンション上がるんだけどね、誰もいませんね。やばい、このままだとなんか大谷の他に強い選手迎え入れられないよ。これ2月までなんでね、もうそろそろ締め切り間近ですよ。なんかいいもん見つからねえかな。一応他の地域まだあるからな、そこも見ないとダメなんだけど、新入生スカウトのあれがこけえへんねん。この時期はもっといっぱい来てくれよ。練習試合申し込みは来たわ。いや、それもやるけどね。やるんだけど、やりたいのは新入生スカウトなんだよな。で、ここアイドルで練習効率上げて特殊やりたいんで、どうや？ああ、いいね。これ練習効率が上がった流れに特殊はやばいことになるんじゃないの、これ。すごい効果得られたね、やっぱりね。じゃあこの流れで練習試合申し込みもしておこう。これね、強豪いますね。なんて読むのか分かんないけど、このチーム挑んでみましょう。どうせやるなら強豪、勝てば学校の評判も上がり、もしかしたら俺たちも強豪になるかもしれへんからね。それを狙ってやっていくよ。に関しては秋の地区大会で使用したオーダーですね。今日は状態いい選手も並んでいて、あと注目している選手はこの三好です。なかなか能力の高い選手なので、まあ、こいつらを使って勝つことも十分にあり得る。今日はナチュラルな自分たちの力だけで勝てるんじゃないかな。これだけの状態の良さ、あと我が子決して弱いわけじゃないしね。自力もある、与座もいいピッチングしてくれる、打線の援護さえあれば勝てると思うよ、強豪相手にもね。いや、勝って学校の評判を上げることが目的な練習試合、もちろん経験を得ることもそうですけどね、それ以上に強豪になることが目的。やっぱ強豪になった方がよりいい選手が入ってきやすくなるし、あとスカウトで全国的に探すことができるようになるんでね、そうしていきたいんだよ。なんとかならねえかな、この試合勝って。頼むぞピーマン高校って思ってたら、初回からいきなり1点が1点入ったね。よざマジか、いけると思ったんだけどな。いきなりこうなっちゃう。あ、でもグランドの魔物注目選手が使えますね。あ、なら犬なく使いましょう。もう勝つこと大前提なんでね、別に自力で勝つという強いこだわりはない男なんで、僕は勝てばいい。まあ自力で勝てばそりゃいいですけどもね。いきなりヒットで出塁、足も速いからツーベース。こいつ左バッターに転向させた方がいいな、足を生かすためにもね。で、この後はい逆転、でも同点。ヨザいつもいいピッチングしてくれるんだけど、強豪相手だとこうなるんか。まあまあまあいいですけどね、魔物持ってる時点で今日の勝ちはほぼほぼ約束されてるんで、これから先よっぽど点を取られなければね。あと魔物を使った時にしょうもない空振りとかそういうものをなくしていけばね。頼むぞ。おっと、送球それてまた失礼。どや、ここからまた得点に絡むことはできない。あー、で勝ち越し点が相手に入ったな。やっぱこのレベルになると与座も苦しいか。またこれ1点入りそうやな。ホーム投げんでええのにアホやな。もうこの前ホームに投げるこの守備どうにか改善できへんから。こんな CPU のさじ加減やからね、プレイヤー関係あらへんね。まあまあまあ、今はまだ別にね、のんきにのほほんって言えますけど、あー、いやでもあのプレイからこうなってまった。お前な、与座炎上、次の夏のエースお前やぞ。金塊ら魔物の力を使って逆転、それが理想なのに。もう化けの皮剥がれすぎだって。やっぱ大谷翔平はこのチームに必要やな。こいつがおるから大谷なんていらへんのちゃうみたいな結論を出した時もありました。いやでもその結論をひっくり返そう。やっぱ大谷の力は絶対に必要で、その大谷を次回の動画で迎え入れていきたいなと思います。絶対に必要です。じゃあもうあとは魔物の力使ってひっくり返すか。まあ引き分けでも学校の評判って上がるんで、中堅、まあこっち中堅で低い方なんでね。あ
なんとか引き分けに持ち込みたいですよ、最低でもね。グランドの魔物もちろん使いまーす。で、この点差ひっくり返すため頑張りまーす。転がせでー。いや、これセーフティーバントでいいな。確実に当てればいいケースなんで、足も速いしね。セーフティーバントで当てろよ。よし、完璧。で、ミスった。はい、この時点で、オッケー。アウトか。足速い三好。あれアウトになんの？もうこれ今の出塁できなかったらもう無理だわ。これ、魔物の力使ったとて。ノーアウトの状況からひっくり返そうと思ってたの。もう一つ取られた時点でね、だいぶ苦しいですよ、これ。バットに当てた。エラー。よしよしよし。一人ランナー出すことができたが、ただ5点差だからな。一人出して、はい、終わりじゃないんでね。もっともっと打っていかないと。もう積極的に頼むからバットを当てて、転がしてくれ、頼むから。何が難しいね。いや、だからもうそういう球を打てという指示を出してるのも、なんでバット振りもしねえんだよ、こいつ、クソハンカツは。もっと早くやれよ、そういうこと。で、結果アウトになって、あぶな、ダブルプレイで試合終了やったね。まあ、どの道試合終了は目の前にあるんやけどな。かぁ、マジかよ。勝てると見込んで挑んだの負けそうじゃん。やっぱ強豪と中堅の差があるってことね。このレベルには到底かなわないってことね。大谷なしでは。なるほど、わかりました。まあ、大谷の必要性がわかったという意味では、この試合も一つ、なんか、得たのかなと思うことはあるけどね。まあ結果このようになって敗北です。中堅対強豪的なスコアですね。何も驚きはない。勘弁してよ。また練習試合申し込み来たや。あ、また強豪校に挑むことができるね。じゃあもちろんまた強豪で1試合連続強豪との戦い。こんなことなかなかないよ。でもせっかくいい機会なんでね、ほんと2戦連続勝ってたら学校の評判強豪になってたのは間違いない。まあこの試合勝ってばまだ分かんないけどね。例えばコールド勝ちなんてできれば、一気に俺たちも本当強豪の仲間にできるかもしれないんで、どうやら、はい、いきなり相手1点が入った前と同じパターン。やっぱこのレベルだと打たれるということがよくわかりました。そんな繰り返して分からせてくれなくてもいいんだけどね。そんな分からせいらないよ。メスガキにやっとけよ、そんなんね。俺にやってどないすんねん。俺を分からして何が出てくんねん。一生分の愚痴が出てくるだけだわ。ほんまに。まあ一応チャンスを7回裏に作ることができて、打席に入るはヨザ。もうここで交代といきましょう。ほんでもこの後1年生投げさすは経験積ます意味でもね。ほんで代打この2年の鳥羽。こいつも打ち気なので魔物持ってくれてたらいいんだけど、持ってないですね。ラッキーボーイか。クソみたいな能力のくせにラッキーボーイか。なんだよ、魔物だけ持ってくれてたらそれだけで役立つのね。お前の仕事それだけやのね。その仕事もできへんと。クソみてえな選手やわ、ほんま。でも打ってくれたわ。もう意味不明やな、お前。これで1点。いや、まだあるよ。チャンスでプレイできるんでね。ほんで、この後、打ち気の選手が並ぶ。2年生が並んでるとこなんで、魔物持ってくれてたらいいんだけど、三好。持ってない。前の試合持ってたんだったら、もっとケッチ話なんだけどね。ほんで、こいつもう左に変えました。いや、もうちゃんと当ててくれよ。何が難しいんだよ。ちゃんと育成してきたの。育成してきた通りの野球してくれ。相性もない、クソハゲ。ボケ。役に立たねえ。右だろうが左側だろうが関係ねえな、お前。クソやな。で、こいつもラッキーボーイも、ほんまに、魔物持ちねえな。まあ、でも、いつまでもこんな駅しとったらあかんのやけどな、魔物頼りっていうのはね。どっかでやめないとダメなんですけど、やっぱ魔物使わないと甲子園優勝なんて絶対無理なんで、夢のまたまた、夢のまた、夢のまたまたまた、夢のまたなんで、ずっとまたなんで、まあ、結局はそこ頼らざるを得ない。こいつはどうだ？持ってない。ラッキーボーイですね。まあでも自力でこうやって満塁のチャンスを作ることができたんで、ちょっとここから本当得点取りたいですよ。流し打ちの戦術レベルやばいね。一発期待できそう。どうや？おっと、強い打球。そのまんま。オッケー。これ同点？おいイエース。自力で同点に追いつくことができたね。でも問題はこれ、もっと得点取っておかないと、たとえちょっと勝ち越したくらいじゃ、この後1年生使うことになるから、もう余座使えないんでね。変えちゃったんで。だからもっともっと得点が必要。このまま終わるわけにはいかない。パワーヒーターがついたな。じゃ、強心多用で、何がいいだろうな。まあ、戦術レベルの高い流し打ち。頼む。一発、ドカンと、大きな花火を打ち上げて、どう？全然振らへんね、君ね。なんなの？ 4 番だよ、チャンスええだよ。次こそ打ってくれよ、頼むよ。そこで打ち上げて、お前これかい、情けない。ほんと、こんな4番がいたらそら勝てへんわな。1年に回ってきた。もう、くせ者とか使うよね。せっかくなんで、粘る1プレッシャーランバント職人、内野安打丸、いぶし銀、意外性全部ついたけど、意味ねえだろ、これよ。もうお任せねえわ、意外性ついてるんだったら、この場面発動してるはず。なんか、それこそ意外な結果残してどうぞ。
情けない2年生、魔物持ってない2年生だらけの中、お前が何かを変えてくれるってわけではない。同点には追いつきました。でもこの後どないする？同点に追いついたら逆に鬱陶しい展開よ。1年生で守っていかんとあかんからね。いや、この流れでこの富永二刀流デビューさせたいと思います。まだ投手では一度も使ってない、野手では使ってるが結果残してないですけどね。この男を起用する。そして打たれたらもうしゃねえわ。あー、8回の表2アウト。あ、でも2アウトか。一塁できたよ。この状況、二つのアウトを奪ったんだ。あと一つ奪って二刀流デビュー、華々しく行こうや。バッターとして結果残してないからね。頑張ってんのは投手だけなんですけどね。このままだとしても。いや、わかんないよ。この後打席も回るだろうし、そこで打つかもしれない。あー、で、武器のナックルボールも投げたね、今。あー、ストレート。よし、正面ついて。エース投手初起用で見事抑えてくれたね。これまだまだ勝つチャンスワンチャンありますよ。この後も裏の攻撃次第ですけどね。どうや。あー、いや、チャンスこそそのまま9回の裏行ったわ。9回の表、天性の斧出すつもりだったんだけどね。そのまま行けたね。で、9番の鳥羽から始まるところ。あ、こいつ、レフトの適正ないのそのまま守りについてたわ。気づかなかった。どうしようかな。1年生出してみようかな。でも大した1年いねえしな。さよなら男持ちのこいつなんか出してみるともしかしたら何かあるかもしれないね。お、お、お、結果フルカウント。お、で、スタミナ切れたね。多分ピッチャー変えてくるだろうね、この後。どうや？出塁は？いや、もう無理から当てに行かんでよかったろ、お前。お任せにしておいたから、お前の自由にやればええとは言うたけども。違う、あんなとこで打たんでええのんな、お前。ほんで、ピッチャー変わったね。これ、前山という状態のいい左投手が出てきたわ。あー、なんとか誰か出塁。いや、もう一発打ってくれたらそれで済む話やからな。お任せに行くわ。おわずスローボール持ち出た。もうなんなんだよ。この世界おかしいだろ。どんだけ超スローボール投げるやつおんねん。みんなただのリスペクトしてんの。そんな世界なの？変なビデオ出んなよ。そこまでリスペクトしなくていいからな。超スローボール投げるだけでいいんやね。どうや、悩んだ。左バッターにしたことによって、あ、なんか今サードもたつきあったね。イエース。今なんか守備もたついてたよ。さ、この流れでさよならは起こせるのか。ピーマン高校の打力、自力の強さが確かめられるね、この場面。まず1球待つわ。うわぁ、まあ、超スローボールだった。盗塁いってよかったな。でもこれ多分カウント取りに来るとこなんで、これ盗塁決めていいと思う。外してきたけど、なお、セーフ、オーケー。さあ、作戦通りですよ。こっからもうワンヒットでサヨナラのケース。まあ、戦術レベルの高いものを使用するのがいいでしょうね、ここは。引っ張り。もう、さすが3投は厳しいので、そこはせず。バントっていうのもいいけど、いやいや、ちょっとそれは嫌やな。俺が嫌やな。打ってサヨナラを決めたい。あ、しょもな。うわ、しょもな。なんじゃそれ、お前。ランナーが二塁にいるケースでそれやっちゃうの、お前。お前の性格が存分に出てんな。なんかやたらと転がせが高いね、最後、柿沢。こいつで終わるか、後につなげるか。いいも悪いもこいつで終わらせていきたいなって思ってるんだけどね。もう転がせ使いましょう。これだけ高いんだ。何かやってくれるんじゃない？さっき長中心の戦術レベル高い流れで打ってくれたけどね。勝つか引き分けるか、このスローボール当たらない。今狙って打ってたらよかったのに。また。当てて、うん、正面ついて、うん、あとですね、はい、結果引き分けで終わりました。学校の評判を上げることはできる。今日で引き分けたらいいはいいんだけどね。でもさよなら起こせるようなゲーム展開だったんで、やっぱその力がないんでしょうね、我が校には。あ、ちなみに成長レポートこんな感じですね。ほんで学校の評判は、あ、上がらへんのか、引き分けだと。あー、じゃあ結局強豪にはなれずか。中堅のまんまもう行くんかな、この先ね。勉強で1進んで1月31日、これがもう1月最終日、戦力補強できるスカウト最終日ですね。どやどやどや。あ、最後励ます。誰を励ますんだ。励ます人いねえだろ。はい、こんな感じで2月を迎え、残念ながら新入部員誰一人としてスカウトできないまんま、来年度の入学式どんな選手が入ってくるのかわかんないですけど、まあ楽しみにしておきましょう。逆に楽しいわ、ランダムに誰かが入ってくるんでね。どんなやつが入ってくるんだろうな。いい出会いがあればいいなって思う。さあ、2月特にイベントなく3月4日まで日程進行し、目の前には卒業式のイベントがあります。1代目の大谷翔平が巣立っていき、最終的な能力がわかるのでね、どんな選手になったのか確認といきましょうよ。今日は卒業式です。3年生が卒業していきます。悲しい気持ちやね。1代目の大谷が去っていく。まあ2代目がすぐまた入ってきますけどもね。でもその大谷と共に数々の思い出、そねえほどねえな。卒業生一同、2012年度大谷翔平、道の区のタフガイはもちろんプロ野球選手、阪神で活躍できへんやろね。藤浪か絶対するからな、うん、この先なんか苦労話を永遠と語る大谷翔平がたくさんうちに来ると思うわ。で、海老塚は占い師、寺本はショップ店員で、坂部は大学生、中鉢、これプロ野球選手。この世代3人プロ野球選手いるんでね。荒金もプロ野球選手。よくこんな成績でプロ野球選手になれるな、おかしいだろ。そして大谷翔平の能力を見ていくと、お、めちゃくちゃ強くなってんじゃないのこれ。うわ、巨人像ついてるわ、金徳。これオートでついたものだよ、俺がつけたものじゃないから。かー、
この大谷翔平が今いたらもう間違いなく今夏また春もね甲子園大会出場できてたと思うわ。野手能力に関してもまあそこまで上がってないかな。オートでは大して上がってないけど、投手能力ではね、これ世界大会を経験してることもあってか、それもあってか、こう、金徳がつくんやね。いや、金徳ついてる時点で、まあ、ちょっとね、このパープロン収録されてる今の大谷翔平と比較したら、二刀流的な能力では劣ってるけど、投手能力は俺が作った大谷の方がはるかに強いですよ、これ。で、後の選手に関しては、まあちょっと上がった程度ですね。よくこんな成績でこんな能力のやつがプロ野球選手になれたなっていう感想しかないんですけど、まあこの世代は大谷含めてこの3選手がいて卒業ということになりました。